画面の前の皆様こんにちは、村人 Q でございます。怒りの聖女ドレッジやっていきましょう。さあ行きたいと思います。なんか前スカルマーちゃんとの動画を撮った時もここだったんですが、まあこのマップはそんなに嫌いではないので、キラーでやるときはね、頑張っていこうと思います。ただ前マーちゃんとでやった時よりも発電機の偏りが悪いと思いきや、今回はここの5台ですね、ここ中心に5台がな、守っていこうかなと思います。まあスカルマーちゃんとよりドレッジは守りづらいキラーではあるので、あれちょっとあの不慣れ久しぶりにやった不慣れ。これか。えい。さあしっかりと割っていきましょう。めっちゃ進んでね。いや余計なことせん方が良かったような気はするな。余計なことしちゃった。ここは守りましたしようか。ちょっとまずいですね。あそこ守りきれないかな。あーついちゃったな。よいしょ。ちょっとしくじりましたね。そんなに。よろしくないので。やっている。やらせはせん。よいしょ。よいしょ。ここさえ守れればいいんですが、一回触ってイラプションまた入れさせてくれないかな。イラプション入る。レベッカー。ストライクあるかな。 あるね。まあ、しゃあない。戻ろう。
やば、ミスった。よいしょ。となるとこちら側の3台か。レベッカオフレコストライクなので、できれば抜かしたくないんですよね。抜かれたか。まあ壁入ってきそう。大丈夫か。いいね、裏行った。レベッカはとりあえず殴っとく。殴っとくだけで価値があるんで。いいね、もうオフレコだな。じゃなかった。ストライクでもない。よいしょ。あと今の爆発は何？なんかいる。ジールのダウンを取ることにあんまり意味はないような気はしているんだが、そこにレベッカが来ている。レベッカのダウンには非常に価値があると考えているので、よいしょ。ジルが来た。オッケー。よいしょ。奥に見えたな、なんか。誰だ。オッケー。よいしょ、ストライク使ってるんで。よいしょ。
誰かの治療入れてたかな。よいしょ。さあこれでレベッカ終わり。向こういたね。さすがにこっち側からやってくることは想像できないんじゃないだろうか。いいね、楽しくなってきたね、ドレッチ。いいなか。OK、エイダもこれで終わりだよね。まあまあ、まあ、稼ごうではないか。うん、余裕も出てきたんで。向こう回ってないでしょ多分。こっち側ばっかり回してたんじゃないかな。よいしょ。向こう回ってなかったもんね。見に行く価値ぐらいはあると思うんで、やってないね。ちょ、ここがちょっとやってる。ここはあれかな、クレアがやってたのかな。下飛んじゃった。誰だあれ。クレア終わってなかったっけ。よいしょ。 いいですね。よいしょ。なんやかんやイラクションもいい感じに刺さっている。これオフレコだね多分。だけどオフレコだけど発電機回してたって感じ。いいですね。ドレッチもまだまだ捨てたもんじゃないね。私好きなキラーではあるんだけど、あのネチネチやる系とバンバン飛べる系のキラー好きなんで割と。ドレッチ割と好き寄りなキラーではありますね。こっちまで来ないかな。向こうかな。ドレッチ、あのロッカーに入っていれば入ってるだけ、なんだっけ、ゲージ溜まるの早くなるんで。カラス、みんなあれだね、早いね動き出し。猫ついとるんかな。
よいしょ。で、飯田がこれで終わりと。あら、引っかかっちゃった。どうもどうもどうも。さあ、どこかな。せっかくだから探したいよね。完全に戻ってる。そこもやってない。ちょっとやってるね。カラスがこちら辺飛んでないってことは、隅っこで起き上がってる。いいよ、ぐんぐん溜まってますよ、ゲージが。さあ、足跡があって。はい、こんにちは。クリア、小屋にいるかな。夜が始まる。さあ、夜が始まって、カラスとか飛ばしてくんないかな。やたら回ってないか。こんなもんだったっけ。まあもういいか、釣っちゃおう。もう一回夜になるまで待ってからすれば、日没の時にね、このハッチ閉じれば、ゲート戦も比較的楽ではあるんですが、ゲート両方こっちか。ちょっと待ってくれ、溜まるまでね。溜まったら向こうに行けばいいので。こういうハッチの位置とゲートの位置が離れていてもすぐに移動できるのがドレッジのいいところ。まあ、理想言えばちゃんと日没まで待つべきなんだけどね。まあいいかなって。思ったんで、まあこれはさすがにもう無理でしょう。出るかな。さあ、まあ、今回もね、今回も今度の、ね、アップデートであんまり影響のないパークたちを使ってやっていったんですけど、どうにかなる時はどうにかなるね。どうにもならん時はどうにもならんのですけど、
聖女はやっぱキラー側割と戦いやすいかなって気がしますね。なんやかんや向こう側に寄ってたしな、発電機。本来は真ん中含めて守るつもりだったんだけど、そういったプランがね崩れてもサブプランがね良かったんで。なんとかなったっていう感じですね。おそらくこれダウンまではいかないんで、眺めて、あーどっか行っちゃった最後突き刺されるところ眺めましょうか。というわけで、ドレッチ、まあ、なんかね、私のデッドバイデイライトの動画で一番再生されてるのがドレッチ対策の動画なんですけど、それがね未だにこう見続けられているという、他の動画が見られてないだけなのかもしれない未だにね、その YouTube のこうチャンネルのダッシュボードっていうところでね、人気の動画トップ3、過去48時間でどれが一番見られてますみたいなトップ3がね、見れるんですが、ちょくちょくね出てきますね、このドレッチ対策の動画、まあ、キラーでねドレッチプレイするのも好きなんでね、はい、去年の動画ですけどまだまだね再生されてるということで、なんかたまたまそこに入ってたんで、今回はドレッチで動画撮っていきました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。